テレビとか舞台だったらやっぱりその自分の見た目があるからできない役柄だと思うだからこれはまさしく声優さんだったからできたなっていうのが嬉しかったですねだって声優さんは人間じゃなくたってできるんだよできますからねそうなんですよこれは最高ですよそうですよ壁の役とかありますからね壁やるのしたらどうする壁とかどうしましょうかね壁壁とかねなんかで立派な壁妖怪はあるじゃないあ、そうですねでもあれは あれはもうあれで消してるからあれはあれで置いておいて、あれは置いておいて、置いといて壁。僕だったら壁はすごいイケメンでやります、ねいけ。嘘。三二一九。9いや、壁だ。おいおい、俺に手をつくんじゃないよ。さあ、今日もお元気出して学校行こうじゃないか。こ <laughs> れはあの通学路の壁です。あ通学路の壁、ああなるほどなるほど。ちょっと疲れた。 疲れた学生がこうね、うってこう、ちょっと疲れて手をこう、思わずついてしまったところをね何をやってるんだいとだから、じゃあもし平川さんが、じゃあ、木をやるとしたらどんな木になりますでしょうか木はいえ、どんな木でもいいどんな木でもよろしいですよあー、わかったはい、それでは平川さんの木まで三秒前、二一九。あの前の木が… ちょっとでかくて、火が当たんないんですよね <laughs> なんとかなんないかなぁ <laughs> ありがとうございますちょ,ちょっとこう、こごせできてないんだできてない,てないちょっと痩せてきちゃったちょっと痩せて <laughs> あのー、ね、なんかこう、植林とかされてるとまびきされる側の方の木あ,あーなるほど、<laughs> 切ない <laughs> 私は木の感情も切なくて素晴らしかったですね、今ね でもこうこういうのもできるのはやっぱり声優ならではですからね。ねありがたいですね<う>なんかね。面白いですけども、ね。